川高校出身、専門学校沖縄ビジネス外語学院エアラインコース2年の比嘉龍乃です。株式会社エア沖縄です。チケットの発券をしたり、搭乗手続きをしたり、また搭乗口でお客様をお見送りしたり、お迎えしたりなど様々な業務があります。もともと英語や人と接することが好きで、そういう仕事に就けたらいいなと思い入学しました。就職先を探しているうちにグランドスタッフという仕事を見つけ、興味を持ち調べていくうちにグランドスタッフになりたいという気持ちが強くなりました。航空業界出身の講師による分かりやすい授業で、また英語でもネイティブの先生やたくさんの人と話をしながら学べていけたのが良かったと思います。台風などちょっとイレギュラーなことが起こって、まだあんまり風は強く、なんで飛行機が飛ばないよとか、いろいろなお客様からクレームを受けたりすることもあったんですけど、そういうこともありました。やはりグランドスタッフと言われると女性が多いというイメージなんですけど、今では CA でも多く男性が活躍しているので、少しでも興味を持っていただけたらいいなと思います。基本的なスキルを身につけた上で英語や中国語も学んでいけたらいいなと思います。挨拶ができて、仕事では失敗するかもしれないんですけれども、諦めずに地道にコツコツとやっていけたらいいなと思います。入社したばかりで何もわからないので、とにかく挨拶をして元気の良さをアピールして日々頑張っています。腕時計買いたいです。ご両親には何かないですか？ご両親はご両親でもご飯に連れてってあげたので、はい、自分が入りたい仕事に入るとやはり壁にぶち当たることもあるんですけれども、ここに入りたいという気持ちを持ち続けて、まあ、頑張っていれば夢は叶うので、諦めずに頑張ってほしいと思います。 Never give up. You can do it.